鈴木マサジョは、昭和期の俳人。本名、雅。娘は、女優の元山角子。鈴木マサジョミュージアムがある、鴨川グランドホテル、千葉県鴨川市の老舗旅館、吉田屋旅館の三女として生まれる。日本女子商業学校卒業後、22歳で、日本橋の靴問屋の次男と恋愛結婚し、かずを出産する。しかし、夫が、 賭博癖の末に蒸発してしまい、実家に戻る。28歳の時に長子が急死し、旅館の女将として家を守るために義兄と再婚をする。俳句をしていた姉の意向を整理するうちに自らも俳句に興味を持つようになり、大場白水郎の春蘭を経て、久保田万太郎の春明に入門。万太郎死後は安住厚氏に指示した。 30歳の時に旅館に宿泊した年下で、最大者の海軍士官と不倫の恋に落ち、出生する彼を追って出本するという事件を起こす。その後家に帰るも、夫婦関係は冷え切ってしまう。50歳の時離婚、銀座一丁目に、右派という少量リアを開店する。保証人は、作家の庭文優だった。その後は、女将廃人として、生涯を過ごすことになる。 2003年3月14日、老衰のため、東京都江戸川区の老人保健施設で死去。96歳遺没。生涯に7冊の区集を刊行。銀座に生きるなどのエッセイも執筆した。右派は2008年1月25日に一度、閉店するも、孫によって移転再開されていたが2014年6月27日に営業を打ち切っている。恋の句を、 多数残した情熱の女流俳人として、庭文優、天井無法、瀬戸内寂聴、いよいよ華やぐといった小説のモデルとなった。実家の鴨川グランドホテルには、鈴木マッサジョミュージアムが、地下1階に設置されている。AB、俳人、鈴木マッサジョさん創業の店、右派51年の歴史に巻く。銀座経済新聞。 http://guinza.keizai.biz コロンススラッシュスラッシュヘッドラインスラッシュ596スラッシュ20年2016年4月27日閲覧大塚明文学者総古記録図書館123ページ閉店のお知らせ少量リアウ派の日常アメーバブログ2016年4月27日閲覧藤間理氏再帰る マサゴオンが映す、その深さ女流俳人を熱演。ザクザク、httpww. ザクザク、cojp,people,news,2013131、ペオ1兆3 0 13, 0, 70, 0 7,、N、1 3億1070万7000、n1、htm2016 年4月27日閲覧。ありがとうございます。